パート1のあらすじ。おじさんのところに相撲の修行に来た新戸丸だったが、そこにはおじさんの姿はなく、代わりにいた謎の幼女に稽古をつけてもらうことに。しかしそれからしばらく経ったある日、幼女も姿を消してしまう。そして部屋の異変に気づいた新戸丸が襖を開けると、そこには変わり果てた姿のおじさんが。ここにいては危ない。警察署で謎の声を聞いた新戸丸は、全てを明らかにするために声の主が住む場所へと向かったのであった。突如急展開を迎えた恋愛シミュレーション相撲ゲーム一興パート2始まるでごわす。よし言えた。父さん、母さん、話があるんだ。俺、力士になりたい。I want to be a small wrestler. はい、どうも、マサです。この暗黒相撲、親方の褒美は、ふにゃなんたらなんたらってやつで、前回、パート1でね、まあ、見てくれた方はわかると思うんですけど、相撲の試合も何試合もやって、養女ちゃんが、いなくなって、襖からなんか腐った匂いみたいなのが聞こえて、開けたら親方が死んでたんだよね。で、まあなんか頭の中になんか声が聞こえて、まあいいや、ちょっと回想シーンつけるわ。よし、じゃあつうわけで、港町4丁目、声の主は確かにそう言ってたっす。とりあえずここに行くってことになったんだよね。さて、行ってみます。ほうほうほう、やっと来たか。ん、何これ。待って、幼女たそはあはあじゃねえよ。新戸丸、時間がない。重要なことを伝えておく。わしはすでに始末されている。おめえなら真相に近づくことができると思ったが、力が足りひんようや。ほう、せめておめえだけでも生き延びてくれ。もう時間のようや。じゃあな。え、死んだ。そんなバカな、これさ、言うすか。立て続けにあの家の関係者が死、さ、最後に残ってるのはオイラだけ。う、じゃあ次に死ぬのはもしかして。ニートまで危ない、どうしよう。うわー、嫌だ、死にたくない。そうなるよな、普通は。見苦しい主人公だ。これ以上こんなところにいられないっす。こんな街早く脱出するっす。死にたくないっす。相撲はいいのかな、もう。うわー、逃げるように大阪の街を飛び出したニートマル。その後、ニートマルの消息を知る者はいない。終わり、これ。これで終わり？エンディングなのか、これ。これにてニートマルの物語は終わる。真相は結局闇の中だ。しかし、一体ニートマルの身に何が起こったのだろう。あの娘の正体は、凶悪強盗殺人犯であり、おじを殺害時、ひょっこり現れたニートマルをごまかすため、娘になりすまし、偽りの日々を暮らしてきたのか。いや、そもそもあの子と過ごした日々自体が妄想の産物であり、親父の仕事に、おじか、耐えれず、おじを殺害後、現実逃避の日々を過ごしていただけではないか。ちょっと待って、そういうこともあるの？俺の強さに磨きをかければ今回のような負け犬の末路は回避できたように思う。時として真実に立ち向かう強さが必要だ。試合に勝てってことか。そうだよな、途中から負けたもんね、結構。そして結末は自分の手で切り開くものだ。もし何度でも自分人生のやり直しができるというのなら夢のような話である。しかし現実はそうはいかない。うん、そうだよな。そう、人生はやり直すことができない。しかしゲームならいくらでもやり直すことができるぞ。喜べ。やったわ。さあ早くリセットボタンを押す作業に戻るんだ。オッケーオッケー、なるほどね。今のはじゃあバッドエンドなわけね。了解しました。じゃあ今度は試合に勝ちまくろう。とにかくもう選択肢とかいいから、とにかく勝ちまくろうか。なんといううち展開。この結末は間違いなくバッドエンディング。おぉ、やっぱり。
確か3つエンディングのパターンがあるっすよ。だから多分一番悪いやつ言っちゃったのかな。じゃあ、イマル、おい、イトマル、え、誰っすかオイラを呼ぶのは。おい、ニートマル、何をぼーっとしてんねん。ん、ここは、いや、あらへんがな。しっかりせいや、所詮やぞ。さっきも言った通り、お前の最初の相手は、あ、ジンボだっけ。俺がその下ネタと間違えて読み間違えちゃったやつね。雑魚中の雑魚やから適当にやっても勝てるわ。なるほど、やり直しって言っちゃった。やり直しがすごい簡単なんだ。オッケーオッケー。でも覚えてるから素早く勝ちますよ、これは。よっしゃ。もうひたすら押してるだけで華麗に吹っ飛んでったけど。おお、勝ったか。初戦やから負けてたら話にならへんからな。よし、じゃあもうここら辺は多分同じだろうから、どんどん。あ、すごい、これ技とかパラメーターとかが戻ってない。勝ちやすいようになってんだ、これ。これはいいね。ちょっとじゃあどうしようかな。もう攻撃を極めようかな。ニートマル最初に、その後あげればいいけど。オッケーオッケー、交流ね。え、どすこいどすこい。ごっさんです。さてと、攻撃のニートマル、攻撃のニートマルだからもう関係ないっす。ごっさんです。さてと、もう攻撃のニートマル、あ、頭突き攻撃か。こいつどうすりゃいいんだろう。最初あれか、防御するんだっけ。よっしゃよっしゃ、来た。なんか朝青龍なんたら来てた。これは見事、コツは分かって。お、さっき勝てなかったやつに勝ったよ。よっしゃ、続きやってこう。よし、どうもっす。なんか言いたそうやの。なんや、言うてみ。お、どうしよっかな。でもね、相撲は極めたっすか。ちょっと本気で怒られそうだから。おはようビーム。なんやその変な顔文字は。うん、まあ俺もちょっと、顔文字に至ったら俺もふざけて。なんだよこの顔文字、さっきからネバーだ。これわかんねえな、よく。よいしょ、前はとっとと鍛錬に移るで。この鍛錬の時間さ、わかるよ、このニート丸はきっと修行してんのわかんだけど、この幼女ちゃんは何してんだろうね。笑って見てんのかな。攻撃のニート丸だよ。あ、出た、怪力中山車ね。いいよもう、これはもうさ、負けると思ってんのか。え、こっちゃんです。よっしゃ、高座の試合になると一手で全てが決まる。うん、こっちのもんだよ。攻撃力もうやばいな、61か、とうとう60か。座面軽くやばいな。はい、了解です。やばいのか座面。うわららら、どこどこどこ、ごっちゃんです。そうだね、フルボッコにしてやんや。さて、もう誰も止められないよ。超攻撃型コンボ、なるほどね。どっちが強いかな、俺と。どすこい、やべやべやべ、嘘だ。ちょっとやられた。なんか、あ、ここでどうした、ほな、え、ヘイリオ。ごっちゃんです。え、またもしかして。いや、もういいよ、攻撃あげるよ。ミカ、攻撃あげます。え、嘘、また、え、またこれ、え、どうしようこれ。開けないでやってみる。じゃあ今度これどっちがいいんだろう、一番下と。なんかちょっとこの軽い感じの開けたら負けかなと思っている。え、マジかよ、絶対に開けない。
そういうことね。わかった。じゃあ、もうちょっとね、いや、観念して開けよっか。これもしかしてさ、さっきと同じなのか？しくじって死んじゃったの？殺された？あ、ちょっと待って、これもしかしてさっきとメッセージ違う？しくじって殺されたっつってたよね。聞ける聞ける。いや、これちょっとふざけないでいきたいな。一体何があったか、誰に殺されたか、どっち聞こうかな。やべやべ、奴が来る。わしを殺し、お前のおじさんも殺害した張本人。待って、さっきと違うよ。おしゃべりはそこまでです。お、私はサイクスと申します。何の用だ？あなたのこれまでの取り組み拝見させていただきました。素晴らしい強さです。惚れました。ちょっとやめてよ。ぜひ私と勝負していただきたい。何？これから私とあのビルの屋上へ上がっていただきます。試合は屋上で行います。なに、ルールは簡単。ビルから落下して死亡した方が負けです。なあ、バカな。嘘でしょ？そんなの相撲でもなんでもないよ。ふう、やれやれ。あなたの一族は臆病者の集まりですか。あなたの王子様も。それはどういう意味っすか？少しはやる気が出てきましたか。なぜ殺した？なぜ殺したですか。私の楽しみをこそこそ嗅ぎ回るネズミどもを始末しただけですよ。私の楽しみ、お前 ニートマル、お前超笑ってんじゃん。歯やめろ、その歯。暗黒呪文。人をビルから突き落とす。もうちょっとセリフかぶっちゃった。サイクスだっけ。うわー、こいつマジやべえ。喋んのかな。あ、喋んねや。あなたも死にたくなければ全力でかかってくることです。そして私を楽しませてください、遊戯ボーイ。さあ、それでは始めましょうか。ちょっと待って、なんかかっこいい。 BGM もなんかすげえ熱い展開になってきた。めっちゃかっこいいじゃん。つうわけでパート2ここで終わらせていただきます。ちょっと短いかな。まあいいや。じゃあパート3に続きまーす。またね、バイバイ。どうも、マサです。パート2、パート1を見てくださった方はもうお分かりでしょうけどね、前回いろいろ、まあパート2でやり直して、その黒幕的な人物がとうとう現れたんだよね。で、この黒幕と、人をビルから突き落として殺した方が勝つという暗黒相撲を今からやっていこうと。このね、手をなんか V 系のやつみたいにやってる白目のやつね、こいつをビルから突き落とそうという今からやってきます。ニートマルはもうでもね、一回やり直してるだけにね、強いようちの、もうガチグッバー、もう気違いってレベルじゃねえぞ。お、始まった。やっべ、つえ、なに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 、うお、死ぬっす。壁に捕まらないと。お、閉めたラッキー。なにこれ、ガリガリガリ、ちょ、痛い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 、ダイハードみたいに、うぎゃー。ちょっと待って待って、急になんか4コマみたいにドーン、ギギ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 、なんとか死なずに済んだ。かろうじて生き延びたニートマルはダッシュで大阪を後にした。そして5時間後、怪しい連中をゾロゾロと引き連れてニートマルは戻ってきた。全力でいくか、俺とダメだ、追いつかない。セリフ暗黒相撲、親方の目標、ストロベリーの味。え、なんかスタッフロール入っちゃった。挿入歌、もう何も教えない。かっこいい。おお、終わっちゃったけど。
いきなり始まって速攻で終わっちゃったけど。え、終わりこれ。終わり？え、マジか。いや、ちょっと、あれかな？選択肢とかそういうので変わるのかな？選択肢覚えてないけど、そういえば俺一回試合で負けてるんだよな。試合全勝だったら変わったりするのかな？それかもうあいつに勝つか。ちょっと、もう一回やり直します。カットで。はい、じゃあ戻ってきました。前回はサイクスに負けちゃったんだけど、さあ今回、あれ？そうなの？ケージだったの？なんかもうよくわかんねえよこいつ。幼女だったり親方だったり栗原だったり。あ、聞けるんだ。おじさんに何があったか。うん。え？うわ、マジかよ。この状態で来ちゃうの？いいよ。かかってこいよ。え、これ勝てんじゃね？勝てんじゃ、よっしゃーしゃー。え、なんか倒しちゃった。俺やりな、え？はあ、はあ、はあ、私は死んだ。どすこい。笑い。今回の一連の連続力士開始事件は犯人死亡という形で終焉を迎えた。ニート丸はあの事件を境に姿を消した。そして5年後両国国技館、そこには横綱となり各界に旋風を巻き起こすニート丸の姿があった。暗黒相撲、親方の褒美はストロベリーの味。よかった、全部読めた。え、これがもしかしていい終わり方なのか。しっかり個人で出てんね。え、そうなの。すげえ早く終わっちゃったけど、これで終わりなのかな？あの親方、あ、まだ終わってない。うん、どうした？サブ隊の親方の褒美はストロベリーの味。あ、そうだね。これ謎だね。なんか焦ってるよ。褒美を？褒美くれるんですか？トゲピーだよな、やっぱ目が。ほう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 。お、照れた。これ何急になんかこんな照れちゃって。なんだ、今まですごい死ねとか普通に言ってきたのに。ニトマル、ニトマル、お前は不動の表情なんだな、その。え？おー、なるほどね。いいね、この顔文字でその表情みたいな表現するの新しいよね。ほうほうほう。なるほど。ちょっと萌えキャラ的な感じなのかな、この中だと。
ニートマル、表情変わったと思ったらよだれ出して口が引き締まっただけだね。どう見てもやる気満々です。本当にありがとうございました。ほう、あ、これで終わりなのかな。いやー、これ面白かったね。本当に思いつきでやってみたけどすごい面白かった。これ全部で、これ多分全部終わったと思うんだけど、もし何かしらまだあるよとか、それまだ回収してないよみたいなあったら、何でもコメントでも何でもください。それじゃあ、暗黒相撲、親方の褒美はストロベリーの味。これで終わりたいと思います。ん？なんという達成感。この結末は間違いなくグッドエンディング。よっしゃ。じゃあ、ありがとうございました。最後まで見てくださった方。多分、編集の具合にもよりますけど、多分パート3、かな？パート3で終わりかな？はい。どうもありがとうございました。マサでした。またなんか他のゲームをやるときは、また見に来てください。ありがとうございました。バイバイ。